ネズッとマメちゃんです。今日はですね、京王多摩センター駅に来てるんですけども、ここの駅は何て言ってもね、サンリオピューロランドがあるんですよ。で、今日はですね、サンリオピューロランドを楽しみます、イエイっていうことで、でね、ここの駅に降り立ったんですけども、ここの駅ではもうね、サンリオ一色なんですよ。で、僕のね、お知らせ一応ね、ポムポムプリンなんですけども、もうポムポムだらけで、もうポムポムどういうことやねん。で、ここでね、黄昏っててもいいけどさ、まあそろそろね、駅から脱出しますわ。でね、駅から脱出しようかなと思ったけどさ、いやもうこれ見て、もう駅内のいろんなとこがもうサンリオやねもうこんなんなかなか出れへんわ、うん、で、駅を出たんですけども、いやこれね、毎回思うけどさ、この上もうサンリオだらけいやもうみんな可愛すぎるって。もういやむしろここがもうサンリオピューランドかもうそんな三角起こせよね、絶対に、うん、でね、駅外に出てもね、もうキティちゃんだらけなんよね。いやもうすごくない？ここまで凝ってる駅ってなかなかないやろ、マジで。もう結構近鉄奈良駅もさ、結構さ、鹿だらけの部分もあるけどさ、もうさすがにね、ここのね、京王多摩センターにはちょっとね、かなわないわ。あ、ちなみにクリスマス期間に行きました。そうです。ぼっちクリスマスです。で、今からですね、まあ、サンリオピューロランドにね、向かうんですけども、ここはハローキティストリートって書いてるんですよね。まあ、島次郎もいるけどさ。で、ここはですね、まあ、ユニバで言ったらユニバーサルシティオーキ的な、まあ、いろんなね、お店がある商業施設って感じかな。うん。でね、謎のね、なんか怪物を見ました。怪物じゃないか。たまにあるよね、この街中に、こういうデザインのやつ。じゃあ、今からですね、サンリオピューロランドに行ってきます。やっぱりここはですね、まあ、常にね、大人気やな。結構入るまでね、もう時間かかりそうな感じがするけど、どうやろな、入場待ち列。あー、まあ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 、ユニバとかよりかはマシやけど。うん。じゃあ、早速ね、サンリオピューロランドの中に入ったんですけども、いやー、もう最高。もうここの入り口だけでいいわ。で、早速ね、サンリオピューロランドにね、今から遊ぶんですけども、早速いたで、俺の推しが。なんでね、推しがいるたびに写真撮りたくなっちゃうんやな。これほんまに謎の病気やわ。これみんな共通するんじゃないかな。で、ちなみにですね、サンリオピューロランドのキャラクターグリーティングは、一応ですね、整理券がなかったら、キャラグリすることができるんですよ。だからね、まあ、早速ね、整理券をね、取りに行きます。もう、この整理券取るだけでもかなり並ぶよ。でもこれがピューロあるあるよ、本当に。うん。じゃあ今から整理券取っていきます。まあね、まあ画面のね、指示に従ったらね、まあすぐ取れるからさ、そこまで困らないけどさ、いやー、もちろんさ、俺のね、キャラグリは、もうポムポム一択よ。もうこれ以外考えられへんよ、マジで。うん、じゃあ12時のね、回ね、撮りました。それまでちょっと時間があるからさ、なんかこのね、まあ、知恵の木のとこにある、まあ、アトラクションね、乗ろうかなと思ってます。でね、このね、サンリオのね、数少ないアトラクションやけどさ、50分待ちっていう、キャラクターボードライド。でもまあ、50分待ちは余裕やで。普段ユニは行きまくってるから。で、このね、ボードライドの待ち列やけどさ、もう階段はみ出しそうなってるやん、ほんまに。で、ガイドブックもらったけどさ、ここのガイドブックにももちろんね、推しがいましたわ。で、待ち列の Q ラインにもですね、一応ね、推しがいました。なんで写真撮れんの、こんな。でね、まあ、並んでるうちに、まあ、パレードがね、始まりましたわ。いやー、これ見たかったけど、ちょうど間に合わんかったな、行けると思ったけど。でね、まあ、そうこうするうちにね、キャラクターボードね、撮りました。じゃあね、手を振って乗っていきます。今、クリスマスシーズンってけど、そんなん関係ないよ、ほんまに。いい匂いする。甘い匂いする。わぁ、え、おぉ、で、このアトラクションはですね、いろんなね、サンリオキャラクターたちを見れるボード型のアトラクションなんですよ。だからもう乗ってるだけで、もう心の中もう可愛さだらけになるっていう。いや、マジでこのアトラクションめっちゃ好きやねんな。で、俺の最推しがいたよ。ポムポム。まあ、いろんなね、キャラクターのゾーンあるからさ、もうみんなの推しのね、曲いたら絶対興奮しますよ。ほんまに。で、これ音楽とかもいいよね。
この明るく今日はなんか心が平和になるっていうこのことかと思うよね。でね、最後の方でね、もうサンリオキャラクター大集合なんよ。でさ、これ見てる気にね、なんか泣けてきて。いや、ほんまにちょっと涙流れてきて、まあ、なんでかちょっとわからんけど。なんか、可愛い人ってすごいなと思うわ、こう考えたら、ほんまに。もう世界を救うで。うん。いやー、マジでこのアトラクションは、まあ、50分待ちやから、ループとかもちょっとさ、難しいけどさ、もう、ずっと乗っときたいわ、ほんまに。でね、もう到着する前にちょっと涙、拭かんと。ちょっと急いで拭いてますやん。いやー楽しかったなボードライド、ほんまに。でね、まあ、幸せな気分になったんですけど、もう一応終わってもね、まだねパレードやってたんですよ。だから間に合う間に合うって言ったんですけども、ちょうどね頭と頭の間を見るっていうでまあギリギリ見えてるからいいかまだ見えてないよりまだいいもんな。でもね、ほとんどね、まあ、音楽、まあ、音を楽しむっていうでもこれはしょうがないよね、本日日のパレードあるやもんね全く見れないから、もう耳が裂けるっていう。もうキティちゃんめちゃくちゃええこと言うやないかいもうね、もうきたんすごい感動やわ。でさ、ね、パレードの最後の方にね、なんかダンスかましてるの、それもね、すごい良かった。楽しかったな、このパレード。もうずっとノリノリやわ。で、このフロートが帰っていくのもね、一応見るやけど、これもね、めちゃくちゃ良かった。でさ、まあ、次ね、まあ、どうしようかなと考えるかさ、またね、12時までな時間があるんよ。だからさ、まあ、ちょっとね、ポムポムプリンの部屋があるから、そこに行こうかなと思ってたんですけども、まあ、そこ行く途中もね、一応ね、写真映えスポットがいっぱいあるんよね。めちゃくちゃ良くない？で、ここにね、トーマスいるんよ。絶対ちゃうけど。でね、ここよ。ポムポムプリンの部屋。うん。ニコニコプリンルール。ここね、めちゃくちゃいいよね。もう、ポムポムエリアからね。うん。この写真もね、もう2回目かな。でさ、マイメロとクロミのアトラクションもあるけど、さっき20分待ちあったのね。それね、ちょっとね、空いてたら乗りに行きますわ。いや、待ち時間、まあ、混んでないと思うけどな。どうやろうな。うん。え？と思ったけどさ、まさかの1時間待ち。一気に伸びすぎるやろ、マジで。もう一瞬で伸びたな。でさ、まあ、時間もあるからどうしようかなと思って、一応ね、待ち時間情報を見てるけどさ、やっぱどこもね、やっぱそこそこ混んでるんよね、ほんまに。うん。で、ね、適当に歩いてたらさ、レディーキティハウスっていうね、まあ、キティちゃんのグリーティングが15分待っちゃったよ。15分待ちやったら行くってないっしょ。カップラーメン5個作れるからね。何基準やねん。でさ、今さ、キティちゃん50周年やから、これもね、50周年バージョンなのね。で、前来た時さ、こんなんやってなかったからさ、もう今だけやねん。おー！すごい！すごい50周年のムービーや。あ、かわいい。もうとりあえずこのムービーめちゃくちゃ良かった。なんか今までのキティちゃんの歴史のイラストが流れてって感じだったけどさ、もうこの空間でも最高。うん、めっちゃいいタイミングに来たわ。なんかちょっとあのキティちゃんのポップコーンの曲とかもね流れてるよね。いやそれもすごい大興奮。もう温泉とかでもよく聞くからねこの曲。でさ、まあ、いろんなねアクティビティとかもありましたわ。こういうね着せ替えとかもできたり。またはね、まあ、写真スポットもありました。これもねなんか50周年バージョンらしいんですよ。でさ、まあ、いよいよグリーティングよ。で、今回のグリーティングもね、50周年バージョンのキティちゃんと写真が撮れるよね。で、タイニーちゃんもいたわ。
じゃあ今から撮っていきます。いや、めちゃくちゃ可愛かった。可愛かったのに。でさ、このグループ以外だからさ、動画撮影とか無理やったけどさ、まあ、写真撮影 OK だよね。で、一人一枚とか撮られて、もうすごいこれだけで満足やわ。で、写真撮影が終わったら、いよいよね、ポムポムプリンとのグループがずらがやってきました。いやー、もうやったやで。もうこのためにね、もう関西からやってきたから。いや、本当に、めっちゃ楽しみ。ピンクやった、ずっと会いたかって。前来た時が確か2月ぐらいやってんな、来たの。でそれでもうすごいずっと思ってて、 X の投稿とかでずっと思ってて、やっと会いた。かわいい、ありがとう。もう大阪から今日来てそうそうそう、いや友達やで、ブリンとはずっとお写真撮っていい？ありがとう。もうめちゃくちゃ顔良かっただからなんやねんそれ。いやーもうすごい良かったよな。でこのグリーティングもね、もう整理券なかったら体験できないからな、ほんまに。もう整理券あるからこそなんか体験価値増えてんのかな、なんかそういうのないかな。でもちろんね、グリーティング終わった後は整理券取りに行きます。もうたまにね、整理券ね終了になってることがあるけど、どうやら難聴聞くと遠いからな。うーん、取れるかな。うーん、で俺のね、指輪も勝手にね、ポムプリン押しちゃってるけども、なんとか取れたわ。よかったー。いや、無事整理券も取れたからさ、まあ、次までにちょっと遊んできますわ。うん。でね、マイメロクロミね、30分待ちでしたわ。まあ、さっきよりね、空いてるよね。半分ぐらいの待ちでした。それでも30分待ちってさ、まあ、空いてるな。ユニバ感覚っていう。でさ、まあ、30分経たずにね、このね、アトラクション乗ることができたわな。うん。でこのアトラクションもね、人生2回目やけどさ、まあ、とりあえずね、これもね、すっごいね、可愛いアトラクションなんです。でも、ほう。俺が一度は忘れる人に入れるんだよ。でも、なんか、もうこれももう可愛さ爆発してるよな。何回乗ってもええねんけど。お前入れる？お前、なんか写真撮影とかもあるよね。まあ、栗ぼっちとか関係ないさ、これも。いやー、めちゃくちゃ良かったなー、メロクロのアトラクション。で、次さ、もうお腹空いてるからさ、ちょっとご飯食べますわ。うん。でも、推しももちろんいましたわ。めっちゃ可愛い。でさ、今回食べるのは、サンリオレインボーワールドレストランっていうね、もうすごい壮大な名前のレストランでご飯食べます。で、国内さんにいろんなね、キャラクターのね、フードとかがあるんですよね。で、僕のね、推しはね、やっぱポムポムなんですけども、いるかなと思ったら、いたー！ハンバーグと、あとプリンがありました。いやー、で、やっぱりね、お腹空いてるから、このハンバーグ食べますわ。あ、先生、ポムポムプリンの、デミチーズハンバーグでお願いします。はい。はい、大丈夫です。頼んだのはこちらのデミチーズハンバーグ1,500円。まあ、テーマパーク価格やけね、値段は。いや、これね、初めて食べるんよね。いや、顔ぐちゃってするの毎回悲しい。でね、味はもうね、もう普通に美味しい。もうこれでまずいわけないやんっていう感じ。うん。で、ほんまにさ、この、推しの世界観で推しのフードを食べるってさ、もうえげつないほど幸せやね、ほんまに。マジで日本に生まれてよかったーっていう、なんか織田裕二になりそうな感じになるわ。でさ、あのナプキンもね、もうサンリオでめちゃくちゃ可愛らしい。でさ、次ね、どうしようかなと思ったけど、歩いてる途中にね、グデタモのケツがあったわ。もうプリンプリンやな、相変わらず。で、グデタモに会いたくなったからさ、そのグデタモのとこ行こうかなと思ったけどさ、今ね、グデタモのなんか、占いのやつがね、今運休中なんですよ。おお、バッドタイミングだったんですけども、ちょうどね、クリスマスのショーが始まる前だからさ、ちょっとね、自動して、楽しみますわ。でさ、このサンリオピューランドのショーやけどさ、もう人がとりあえずすごいよね。やっぱユニバとかもすごいけどさ、特にサンリオはもう熱気がもうすごいよね、ほんまに。もう始まる前もうパンパン。でさ、これがね、クリスマスのショーです。もうクリぼっちで見るけど、そんなん関係ないっすわ。始まった。で、これ見てる最中にさ、もう早速ね、推し見つけたんや、俺の推し。
ぱ人と寝たくちゃいいな。もうなんやこの幸せ空間は。お、ダニエルも近くに来たのちょうど。めちゃくちゃいい席やった。バイバイポムポム。別れはやっぱり悲しい。で、ショー終わった時にね、ちょうどね、ぐずったまのムービーショーの受付がやってたんですけども、ちょうどね、ラスト一人やったんですよ。で、俺ね、ラスト一人になったんよ。え、こんな奇跡ある？で、これ初めてからめっちゃ楽しみ。なんかディズニーで言ったら、まあ、スティッチのアトラクションみたいな感じかな。なんかイメージ的にはなんかゲスト参加型みたいな感じがして、これもめちゃくちゃ良かったわ、うん、クリエタもねめちゃくちゃ好きやからね俺。さあ、グデタマのショーが終わって、一応ね、プリモープリンのグリーティングまでにはまだちょっと時間があるんですよ。で、ちょうど隣で、なんか、かわいい歌舞伎っていうのがあったんよね。で、これちょっと行ってきますわ。うん。これもめちゃくちゃ人気。で、行ってきましたわ。かわいい歌舞伎。めちゃくちゃ良かった。俺、歌舞伎自体ね、あんまり見たことないけどさ、なんかこういう風に歌舞伎触れるのもすごいいいよね。うん。なんかまだ普通の歌舞伎行きたくなったわ。で、そろそろね、キャラグリの時間やからちょっと行ってきますわ。で、ちょっとね、5分ぐらい時間過ぎたよね。で、ちょっとね、行けるんかな、行けるんかなってすごい不安やったけどね、なんとね、行けなかったです。で、ちょっと笑ってるんですけど、ね、めちゃくちゃ悔しいんですよね、実は。で、もうちょっとね、もう焼け食い、もう焼けくそなってるからさ、このキティちゃんのポップコーン、そのめちゃくうわ。もう、暴飲暴食。うん。でもさ、やっぱりさ、体力には勝てへんわ。うん、やっぱこの人やったら回すのもすごい大変。いや、もうポップコーン出来上がる頃にはもう体ボロボロやもん。いや、もう運動せなあかんな。で、超出来たてのね、ポップコーンで出来ました。で、俺実はですね、生まれて初めてキティちゃんのポップコーン食べるんよ。いや、結構噂には聞いてるけどさ、今回初めて食べるので。で、これはまあ一応焼け食いやからね、無理。ポムポムプリンのグリーティングいけなかった。まあ完璧なる自分のせいやけどさ、これに関したら。いやー、行きたかったなー。でもまあしょうがないなー。で、まあ食べたんですけども、まだね、閉園時間までに時間があるからさ、このね、トゥインクリングスタジオっていう、まあキキララのね、なんかそういうとこ行ってきますわ。で、ここはですね、もうキキララのね、世界観をイメージするんですよね。で、俺ね、もう最近知ったけどさ、キキララの身長ってさ、なんか月ぐらいの大きさらしいよ。めちゃくちゃでかいらしいよね。で、一応ですね、まあ、写真スポットとかもね、いっぱいあるんよね。で、まあ、写真そういう撮ったら、俺もね、まあ、月ぐらいの大きさなんだってことかな。でさ、一通りさ、楽しんだけどさ、やっぱりね、今の時期はですね、もういろんなところにキティちゃん50周年のフォトスポットがいっぱいあるよ。いや、いっぱい買ったな、これも。でさ、やっぱりテーマパークといえばこのメダリオンやろ。で、このメダリオンもちろんします。で、俺が欲しいのは、もう指が勝手に動くと、ポムポムプリンです。よっしゃー、撮るぞ。格闘の末ね、メダリオンね、取ることができました。もうこれでも満足やわ。でね、もうね、帰ろうと思ってんですけども、やっぱりね、一応ね、お土産とかもね、買って帰ります。まあ、一応ね、まあ、家族の分とか、とも子さんの分とかね、買っていきますが、うん。で、お土産ショップの近くにはですね、まあ、推しがいました。もう最後の推しのアイスかな。でさ、まあ、お菓子とかもね、めちゃくちゃ安いよね。もう1000円以内で結構買えちゃうんでね。うん、でもね、待ち率はすごい。で、お土産も買ったからさ、そろそろ出ますわ。いやー、もうこの可愛い世界観すごい最高やったわ。いやー、またね、行きます。じゃあ、バイ。